皆さんこんにちは、ザッピーです。今日はちょっと変わった角度のトピックなんですけれども、ビートルズの抱きしめたいを作曲するとしたらですね、それは、クイーンのボヘミアン・ラプソディをああいう曲を作るよりも難しいことなんだということなんですけれども、まあ何を言ってるんだというふうに思われるでしょうね。はい、その通りです。これは僕が言ってることではなくて、まあ実はですね、1970年代かな、一番はで活躍していた、アリス・クーパーというロックミュージシャンがいるんですけれども、彼が言ってることなんですね。アリス・クーパーは、70年代ですね、ジョン・レノンがロサンゼルスに行って、あの失われた週末という生活をしてましたよね。その頃ジョン・レノンと、まあ、よく酒を飲んでいた仲間ですね。写真も残っています。でその彼がですね、まあビートルズのことを本当に大きな評価をしているということなんですけれども、まあ割と意外かもしれませんね。というのは、彼の音楽性というのはどっちかというとワイルドというのかな、奇抜というのかいうところも僕はちょっと感じるので、特にねルックスから言うとですけれども、なのでちょっと微妙な感じなんですけれども、でも仲もいいし、そういう評価もあるわけなんですね。で今日は彼のその語ったことを振り返って、まあ、ビートルズのですね評価というのを、ちょっと一緒にね眺めてみたいと思います。こちらをどうぞ。はい、まずはですね、ここにある写真はジョン・レノンとそのアリス・クーパーが一緒に写ってるんですけれども、まあ、まさに失われた週末の時ですね。メイパンもいますので、こうやって一緒に酒を飲んでいたシーンが残ってるわけですね。で中を読みますと、俺にとってはミート・ザ・ビートルズ、それで俺は初めて完全に衝撃を受けたと。あんなのは聞いたことがなかった。ビーチボーイズとフォーシーズンズを聞いていたから。突然あの髪型とブーツとスーツで出てきた。それは一度で完全に覚える歌だった。抱きしめたいがいつも最高だった。反対論もあるだろうが、ボヘミアン・ラプソディのような曲を作るより抱きしめたいのような曲を作る方が難しい。シンプルさこそがビートルズの曲を完璧なものにしている。でジョンとポールのハーモニーについても語っているんですが、彼らは絶対にエイリアンだと。彼らがこの地上のものとは思えないというぐらい、もうとても大きな評価をしているんですね。でこれは2020年のローリングストーンの、そうですね、インタビューの中なのか前後なのか分かりませんが、いずれにしてもその頃語ったということです。まあこのように語ってるんですが、このアリス・クーパーの言葉はですね、まあ音楽ファンであれば割と理解しやすいかもしれませんね。というのは、まあ別にビートルズファンであればこれはすごい納得がいくと思いますけれども、まあ逆にクイーンの、よりクイーンのファンであってボヘミアン・ラプソディが大好きであればですね、まあボヘミアン・ラプソディと同じような曲なんかとてもできないと、あれは完成度がすごいと、っていうふうに自分の中の価値基準があるわけですよね。そうするとどれほどボヘミアン・ラプソディと同じように素晴らしいものができたとしても、本人の中ではやっぱり追いつかないっていう価値観があるわけじゃないですか。なのでそういう感覚っていうのは起きやすいですよね。なのでアリス・クーパーにとっては、あのビートルズっていうのはとても自分の心の中で完璧な音楽になってるわけでしょうね。だからこそ自分が同じようなものを作ろうとしても、とてもその完璧さっていうのは再現できないということなんじゃないでしょうか。まあそのボヘミアン・ラプソディに限らずですね、他のものをなんとなく作るときは、その完璧の度合いというのは少しね、やっぱりビートルズに比べると違ったものになってくるでしょうから、アプローチの仕方っていうのもあるんでしょうけれども、ビートルズはまあね、どこからこう攻めていっても自分としては攻め落とせない作品だというふうに、まあ、感じてるんじゃないでしょうかね。参考までにですね、こちらにビルボードのヒットチャートの記録が残ってるんですけれども、割と、まあ、音楽ファンからするとですね、ボヘミアン・ラプソディの方がはるかにヒットしてはるかに売れてるというふうに、まあ、思いやすいんじゃないでしょうかね。というのは時代がもうかなり後ですからね。まあ、ですが、まあ、ヒットチャートだけ見るとですね、まあ、抱きしめたいの方が7週1位で、ボヘミアン・ラプソディは実は最高位で2位だったんですね。イギリスではあの歴代のもう本当オールタイムベストの曲を投票なんてするとこれがほとんど1位ですよね、いつもね。まあ、ですが
アメリカではその衝撃度っていうのがよくわかるんじゃないでしょうかね。でその15週間チャートインしたわけですけれども、ただボヘミアン・ラプソディの方は衝撃度というよりもこう耐久力がある曲だったんでしょうね。最高が2位でも44週間チャートインしてたようですね。まあ、ただその曲が入ったですね、ミート・ザ・ビートルズのアルバムの方は11週も1位だったわけですね。で74週間もチャートインしたと。ですがクイーンの方は最高が4位で57週間チャートインということで、これはビートルズの方が両方とも、成績が良かったわけですね。まあただ時代がね、あくまでも全く違いますので単純な比較はできないんですが、まあ、参考までにということです。それとそうですね、アリス・クーパーはこのジョンとポールのハーモニーについては特にすごいこう評価しているようで感動しているようで、まあ、絶対にエイリアンだと言い切ってるわけですけれども、まあ、ポール・マッカートニーとですね2015年になって、ハリウッド・ヴァンパイアっていうグループをアリス・クーパーが自分のグループを復活させて、レコーディングするときに、共演してるんですよね、ポール・マッカートニーとね。でその写真も残ってるんですけれども、その時に、かなり舞い上がったそうですね。自分でインタビューで語ってました。どっかで読みましたけど、ポール・マッカートニーがこういうふうに、コーラスをつけようねっていうことでアリス・クーパーに提案したらば、アリス・クーパーの方は嘘だろうと、冗談だろうと、ポール・マッカートニーと俺がハモんのかよというぐらい、もうインタビューで舞い上がって答えてましたね。なのでそのくらいやっぱりビートルズの声、コーラス、ハーモニーというものに打ちのめされていたということがよくわかる人ですね。はい、それでもう一つちょっと情報があるんですけど、こちら、2008年に、雑誌のローリングストーンがですね、オールタイムベストの100人というボーカリストの投票をやってますよね。これ時々やりますけれども、ギタリストだったりベースプレイヤーだったりね。でそのボーカリスト編の中でアリス・クーパーが投票してるんですけれども、そのベスト10を上げたボーカリストを公表してるんですね、自分が。でそれが1位がポール・マッカートニーを上げてたようなんですね。はい、驚きですよね。まあ驚きというかそのぐらい好きだっていうことですよね。評価が高いと、だからこそ舞い上がるわけですね。ただちょっと逆に僕の方がなんとなく逆驚きしたのはジョン・レノンが5位なんですね。だからアリス・クーパーの中ではジョンよりポールなんですね、その音楽というかボーカリストとしてはですね。まあ実際にアリス・クーパーの方はポール・マッカートニーは、まあ、ビートルズの中でビートルズのポールではなくてポールはビートルズそのものなんだっていうインタビューも残してるぐらいなので、本当にポール派の人なんでしょうね。で作曲ということに関しては、特にボーカルや作曲に関しては特にポールの方が好きだったみたいですね。ポール・マッカートニー、レイ・チャールズ、ミック・ジャガー、ブライアン・ウィルソン、ジョン・レノン、フレディ・マーキュリー、それでエルビス・プレスリー、ボブ・ディラン、スモーキー・ロビンソン、スティーブン・タイラーということで、まあ本人がね受けた影響というのもここで見えてくるんですけれども、なかなか面白いチャートですねこれはね。ブライアン・ウィルソンがここに入ってくるっていうのが僕はちょっと面白いんですが、おそらく、アリス・クーパーにとっては青春期を送った音楽なんでしょうね。で右にあります写真が先ほど言いましたハリウッド・ヴァンパイアっていうレコーディングの時にですね、アリス・クーパーとポール・マッカートニーがここにおりますね。一緒にレコーディングをして記念写真を撮ったんでしょうという、場面でございました。こちらにいるのがジョニー・デップかな、こちらにいるのがエアロスミスのギタリストかな。まあちょっとねその小さいんでよくわかんないんですけれども、この2人は間違いなくそうだと思いますね。ということで、まあビートルズのですね、抱きしめたいっていう曲をこういう角度から評価するミュージシャンもいたということがとても面白かったので今日は取り上げました。はい、失礼します。